簡単にまとめると、半導体とは条件によって電気を通したり通さなかったりする物質で、電化製品など様々なものに利用されています。もう少し詳しくいきます。物質には電気を通す性質がある導体と通さない性質の絶縁体がありますが、シリコンなどの半導体は条件によって電気を通したり通さないようになる半分導体の物質です。純粋な半導体がそのまま利用されることはあまりありません。まず半導体に電子が多い不純物を混ぜ、マイナスの性質を持たせた半導体と電子が少ない不純物を混ぜ、プラスの性質を持たせた半導体を作り、それらを組み合わせることでダイオードやトランジスタというものが作られます。ダイオードは純方向では電気を通しますが、逆方向では電気を通さないという性質を持っています。またプラスとマイナスがぶつかるときに電気エネルギーが光エネルギーに変換され発光するものを発光ダイオードといい、 LED 電球に利用されています。その逆で光エネルギーから電気エネルギーに変換できるものは太陽電池に利用されています。一方トランジスタは電気信号を増幅したり電気を流したり止めたりするスイッチのような役割があります。このダイオード、トランジスタなどの回路を小さい基板の上に大量に組み込んだ電子回路を集積回路 IC と言います。この IC のことを半導体と呼ぶことも多いです。 IC はパソコンやスマホ、冷蔵庫や洗濯機、自動車など今や電気に関わるほとんどのものに利用されており、なくてはならないものになっています。まとめです。半導体とは電気を通すようにも電気を通さないようにもなる物質です。 IC のことを半導体ということもあります。電化製品など様々なものに利用されています。